見て見て、ほら風の衣。私の風送りの儀もちゃんと見ててくれた。待っておったぞ。さあわしの部屋へ。フーラの工場にはヒヤヒヤさせられたが、なんとか無事に風送りの儀を終えることができた。これもひとえにそなたのおかげだ。本当にありがとう。まだ大きな変化は出ておらぬが、このアズランに良い風が吹き始めた。これからは良い方向へ向かって行くだろう。この町に希望をもたらしてくれたアズランの英雄よ、そなたに緑のキーエンブレムを贈ろう。しかし風の衣が風乗りの手に渡らぬよう、水の塔に魔物を配した者がいたのか。このような辺境にまで悪しき魔の手が及んでいようとは、世の中どうなっておるのだ。お父様、それを企んだのはネルゲルっていうやつだって水の塔の怪獣さんが言ってた。それでお父様、とても大事なお願いがあるの。なんだいフーラ、改まって。私、あなたについていきたい。あなたの戦いをお手伝いしたいの。声を聞いたの、戦いの時にこの人についていきなさいっていう声を。フーラ、今までも留守にしてたのにごめんなさい。でも守りたいの、この町も世界も。いいとも、お前が初めて自ら望んだことだ。力の限りやってみなさい。お父様。よろしくね。私一生懸命頑張るから。Thank you.
不足はねえぜ。やってやるですよ。
行くですよ。やってやるですよ。最強に近づいたな。強くなるなんて屈辱です。やったねえぜ。
です。Thank you.
Thank you.